はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、前回の続きやりたいなと思います。ソロでね、ゾーマに挑もうかなということで。まあ、準備はね、終わってます。前回ちょっとね、準備したので、まあ、ちらっとステータスノートね、装備の方を見せるとこんな感じになってます。では、行きましょう。光の玉使います、もちろん。さあ、戦いましょう。来ましたね。まずは、光の玉ですね。よし。オッケー。ルカに食らったっけ？ゾーマの攻撃はないね。はい。行きましょう、まずは。ルカに、ルカなんか。じゃあ攻撃行きましょうか。100ですね。まあ、いい感じですかね。いてつく波動打ってくれるのは嬉しいですね、これ。よし、行くぞ、タイマン。うん、まあ、通常攻撃2回だったらちょっと危ないって感じか、これ。通常攻撃でも2回打ってこんよね、確かね。してきたっけ？まあ、行きましょうかね。回復はちょっと早めにします。凍てつく波動嬉しいですね。ガンガンしてほしいわ。オッケーオッケーオッケー。マヒャド、弱い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 。あ、これいけるぞ。いけつかあのばかしたもんも。これ普通にいけるわ。これいけますね。うん。マヒャドもまあそんなにね、食らわない。さあ、呪文。で、キングの方がね、早いですし。オッケーオッケー。よし、確実に倒す。ゾーマ、まあ、これはいけるかな。攻撃いきましょう。いてつく波動してきそうだしね。あぶね、 133？ あぶな。うんうん、ただ通常攻撃2回はないね。凍える吹雪。お、いてつく波動してこなくなりましたね。ちょっと早めに回復しとくか。慌てず行きましょう。お、来た来た来た。オッケー、攻撃。いけるぞ、これは。よし。凍てつく波動やね。とにかくね。さあ、ここはね、回復しときます。よし。何を消してるんですかね、一生懸命。に2回打つ意味よ、凍てつく波動を。133274OK ですね。はい、攻撃いきましょう。さあ、確実にね、与えていきます。さあ、ここは回復。お、通常攻撃2回してきたね。65、65。もう押し切れますかね。落とさなくてもいいかな。大丈夫かな。うん、守備落としておいてもいいですけどね。1回落としとく。一応下げときましょう。 OK。 さあ、行こう。何回もするね。117125。大丈夫、ベホマ。凍える吹雪、凍える吹雪弱い。はい、攻撃いきましょう。まあ、ただやっぱ体力は結構ありますね。バイキルトが欲しいよね。ただ、凍てつく波動は連発しとくからね。バイキルとあってもね。オッケー。行きましょう。あ、はやぶさでね、戦ってるのはね、はやぶさ好きなんですよ、自分が。なのでね、装備してるって感じですね。まあ、力もね、今は結構ありますし。
マヒャド？よし。そろそろじゃない？まだか。凍える吹雪。オッケー、攻撃。マヒャドね。通常攻撃もしてくる。ここは攻撃、いや、回復の方が良かったね。あぶね。106。はい、攻撃いきます。どう？まだやな。回復。いてつく波動。攻撃。オッケー、行こう。89、84。いてつく波動。よし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 。攻撃チャンスは続きますね、こっちの。さあ、どうだ？またか。慌てず行こう、慌てず。回復。よし、いけるか。133、いて。回復ですね。はい、回復します。ゾーマの攻撃。いやー、攻撃連発やな。オッケー、来た。いや、全然でしたね。MP もね、まだまだありますし。さあ、倒しましたね。よくぞわしを倒した。よし、とりあえず脱出しましょう。まあ、ここ一回見てるんですけどね。ちょっとね、やっていきます。さあ、出ましょう。ここに飛ばされるんですよね。さあ、急げ。急げ、急げ。王のところでね、向かいましょう。どっちやったかな、こっちか？違う。ここはね、脱出できないから呪文使えるんですよ、こんな感じで。最初ちょっと強すぎましたよね、この洞窟。よし、OK。こっちね。はい、まあ、ここですね。ここで、脱出できます。平和になりました。光が戻ったね。この子に話しかけてみようか。倒したよ。あ、これか。まずこれも違うんですよ、セリフが。だってあなた一人だけでしょっていう、これね。これもまず違くて、そして、変化するのはソロで倒したときに、まあ、一人倒したときに変化するのはこの女の子のセリフと、今の。と、あとは王のセリフかな？はい、行きましょう。とりあえずもう向かいますね。はい、みんな揃ってますね。まずはね、話しかけないとね、こっちにね。アピールしとかんといけないの？俺が倒したぞっていうの。はい、行きましょう。お、ここですね。よくぞ、大魔王ゾーマを倒した。一人きりでの戦い、さぞや辛いものであったろう。はい。まあ、ここはね、一緒ですね。ここからは。いやー、なんかエンディングって感じですね、これね。